ないわ。頼む、助けてくれ。全部話す。あんたにも警察にも。だから俺をこっから連れ出してくれ。殺したんは俺や。あの女とは仕事絡みでいろいろあったからな。金の恨みか。いや、そんなんやない。あんたはどう思ってるか知らんが、あの女は最悪だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせに、ギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系の闇金に多額の借金があってな、バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら逆に仕事を頼まれたんや。あるものをパクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？パクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ。どういうことだ？連中はパクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。金井っていう、あんたともやりようたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて、気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。なんてこと。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったで。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ。堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたん、堀江は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ。そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。せやから俺をこっから連れ出してくれ。頼む。お前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ。助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんや、あんた何する気や。
もともとはカナイに会いに来たんだが、お前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ。あた少しくらい腕が立つからって。カナイはあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。カナイは施設の中か。だったらどないする。通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで。東京もんにしちゃ。ああそうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ、上等や。Yeah!
これで鬼と。まさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、カナイ。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しや、そうやな。何の用や。あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙、どこにあるか知っとるか？知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたら、やっぱあんたには用がないの。何？起きた。秋山は例の手紙の件、あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村春か。パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと？今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな。カナイ、やめろ。あの子に手を出すな。クソの、どけ。
もしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんはヤクザみたいな連中に連れてかれて。クソ、あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？ええ、なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん、ああ、ご苦労さん。で、手紙は見つかったんかいな？それが、このガキ一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅう吐けや。持っとるんやろ、ダサな社長の二の舞やさ。邪魔すんなや。悪いな、俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。
たいな。どこに目つけとんねん。ちょ待て。秋山さん。春香ちゃん。いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか。秋山さん、何が起きてんの？遥を連れてたあの連中なんや？大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。遥ちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもののために？まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が？ああ。なんてこと。このまま何もできへんの？うちら。はるかちゃんがどこにいるのか、手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。お前、勝也。はるか？はるか？眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ？この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は？彼女の別れた夫、それは
搭乗会の大幹部、真島五郎です。なんだと？真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う？彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分のすべてを託した。私はそう見ています。あんたは一体？パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。遥さんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずは遥ちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で遥ちゃんを連れて神室町に行く。あそこなら搭乗会の力があるから、近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もしもし。沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。搭乗会との構想から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも
彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら、仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか。そんな、君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか。わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅。ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないが、そこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です、もう。怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか。ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい。いえ、読んでません。そっか、差出人はね、君も知ってる人だったよ。え、真島五郎、東上会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身、行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか。いや、しかし、いや、それじゃ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか。そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう、あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん。さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え、何のこと。
目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさっきの。どうした？さっき遥が目を覚ます前、部屋から鼻血声が聞こえました。新大阪駅って言ってたような。新大阪駅？誰かと電話してたのか？本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない、今はそれにかけるか。すぐに後を追いかけよう。
また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらおうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなや。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この子に及んでも偽物つかまされた日には無駄惚れもいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせ来ないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？何やその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、オーナー行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああもう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートをすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう、親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だからはるかちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うことを教えたるわ。おうお前ら、このガキいてもたれ。はよ楽にしたる。Yeah!
はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力がある神室町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは
俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると。ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ、手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が片木の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえ、そんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで顔に怖さがにじみ出てなけりゃ片木の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥はあの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ。ビビって手紙を差し出してくれたか。違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりなお前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。こうなったらどんな手を使ってても手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしてもまさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。
Thank you.